1948年1928年、立田静江は、大正末期から昭和初期のサイレント映画で活躍した女優である。本名、塩の静江、山形県出身、女優以前の経歴には、不明な点が多く、複数の説がある。1903年2月11日、山形県南、村山郡近平村で生まれる。1906年に山形市生まれ説あり。 山形高等小学校を卒業後、山形高等女学校卒業の説、米沢高等女学校卒業の説あり、上京して日本女子大学に入学するも写真家を目指して中退。一方、17歳で結婚、直後に夫病死、1923年母と共に上京説あり、また、上京後に関しては、青山農病院に看護師として務め、 同病院の創立者の養子であり、同病院の医師である歌人の斎藤茂吉と同郷の吉見で、茂吉に可愛がられ、1917年の自らの長崎医学専門学校への教授としての不妊時に、茂吉は、達田をアシスタントとして同行させようとしたが、周囲に反対されたとされるが、現存する、資料上では当時達田は14歳ということになる。 関東大震災後の1924年5月、21歳で、京都維持し、現代劇の小笠原プロダクションに入社する。その後、東京の高松東プロダクションでの時代劇を経て、小竹に所属、70本近くの映画作品に出演している。小竹蒲田のスターとして、島津康次郎の作品に多く主演したほか、五所平之助、斎藤虎次郎、成瀬美希を、 小津安二郎らの監督作に出演した、サイレント映画において、大正時代のモダンガールを象徴する女優であった。1928年1月に撮影を開始した、バンドウツサブローの現代劇主演第一作、例の審判で相手役に起用されたが、立田の病気のため撮影中止に至る。同作は、伊藤講氏が朝日新聞に連載した、写真物語を江川れ夫が脚色。 枝正義郎が監督という構えの移植作で、この中止決定は、当時、本年度の通婚時と言われた。通算10年ほどの女優歴を経て、陶器出現とともに、33歳になる1936年に、小竹を退社、引退した。引退後は、銀座にバーを開いた。1938年、東京日本橋の高級家具商池田愛吉と結婚。 その後一時を設けた。1962年1月21日、世田谷区奥沢2丁目の自宅で死去、58歳没、山形国際ドキュメンタリー映画祭2007の特集記事であり、同映画祭特集プログラム、山形と映画で、立田の出演作、巨影は地獄、斧が積み、作米を上映した。両作は、同年月に、山形伝と題して、 山形市中央公民館でも上映された。ありがとうございます。